さんお疲れ様です、まあ。数々の動画をアップロードする中で、まあ、これが答えなんじゃないかなと思うんですよ。つまりはこの動画は再生されませんというサムネイルそして本当に何もないただそれだけの動画音も入ってない動画なんですけども再生されるというね。ですから興味好奇心っていうのは、まあ、どこまでいっても私たちの想像を超えてるなと思いますし片っぽでは予想通りだなと思います。 あの、やっぱやってみなくちゃわかんないっていう言葉にすべて集約されるんですけども、やってみなくちゃわかんないことがわかってますよね、やっぱり。だから動画のネタがありませんとか言う人もいますけども、いや、このネタすらないのかなと思っちゃいます。何もないという動画でもアクセスは稼げるというね。この不思議ですよ。うん、この動画は再生されません。本当かなと思ってクリックしてみると。再生できるんだけども、 確かに何だこれはみたいなね。でもそこで肌と気がつく人もいます。あ再生しちまったみたいなね <laughs>。うん。で、なんでこんな動画上げたんだろうとかね。あ無駄な時間を過ごしたなとか、いろいろ思うんですよ。うん。でもそこには確かに、私の意思が込められてます。多分これでも再生されんじゃねみたいな。皮肉にも、いつもと同じぐらいで再生するというね <laughs>。何でしょうね。はい。 ということで今年はねあっという間に過ぎていったわけですけども何一つ変わることなくこの日々の営みはあるという、ね、でこの年末年始に休憩しちゃう人とそれから出費がかさむ人と逆に収入が増える人と、まあ、これもまた様々ですよね、うん、お金がないお金がないというふうな一年を過ごしてきた方盆と正月ぐらいは休んじゃうんでしょうね お金がないなら、休んでいいのかなと思っちゃいます。なぜなら、お金がない人でもこんな時期は休んで懐が緩くなるから、そこに待ち構えているのがまあビジネスですからね。特に来年のために何かやろうなんて思っている人はたくさんいますから、来年のためにこうしましょうみたいな働きかけっていうのは有効に作用するんではなかろうかと思います。じゃあまあ、今日も、 12月31日深夜2時行ってみましょうか。